井豊です。大木です。お願いします。今日はですね、はい、横浜スタジアム、いやー、ね、ビップすごいっすよ。もうなんでビップになったかというとね、はい、今日は1打席対決を OB とやります。 DeNA 代表は、日本ハム代表は左サムと。あー、今日はちょっと何を期待したい、俺に。いやー、そうなんですね。それやっぱりね、痛いよな。ホームランか、もしくはセーフティー、ショートの前、さよならの、覚えてる人ほとんどいないほとんどいない。いや、でもやっぱり綺麗なヒットみたいですね。そうですね。まあ、いやホームランじゃなかったらヒットだよな。ヒットっすね。ね、まあ、でもとにかくいい結果で。そうですね。はい、じゃあ行ってみます。いけっす。はい、木田さんです。こんにちは。久しぶりですね。久しぶりだね。何年ぶりだろうね。頭抜かれちゃいましたね。いや、そんなことはない。いや、昔ふさふさだったの。君には人の頭を洗ってたくせに。今日はどういう対決しますか。うん、だから、それはまずはね、抑えたいっていう気持ちありますか。いや、もちろん。マジで。もちろん。じゃあガチですね。もちろん、それガチだから。だって、せっかくこんな話もらってね、その、無様なフォアボールだったり、デッドボールだったり、みたいな、やりたくないじゃん、やっぱり。いや、そうそう。せっかくもう3万人来るんだよ。いや、三振取りたいですか。取りたいけどね。まず届くかどうかが心配なんですよ。18m44 をいかにして届かせるかがまず一つの、まあ、テーマってテーマ。それであとはもうコントロールはね、目つぶる。もうね、とにかくもう真ん中にとにかく行ってくれと。本当ですか。それでバーンって行かれた方がまあいいでしょう。じゃあ三振を取ると、まあできれば。いや、変化球も投げるんですか。ちょっと聞いといていいですか。いや、だからこれブルペン次第の。これから行って練習するんだ。練習するさ、そりゃ。まあ、ちょっと投げないとね。そうですよ。今日これだよ。ブル、おお、すごい。物持ちこれね、コアなファンだったら、はい、絶対食いつく。これが3年目からこの色になった。で、なぜか2つあったんだよ、これ。これはそのうちの1つ。そう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 。じゃあ今日は対戦の記念にこれを YouTube でプレゼントして。ダメだ。それはダメだ。これ1回ぐらいしか履いてないんだよ、これ。1回でこんなにはなんない。いや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 、さ、臭くないって。臭くないよ、これ。ユニフォームはどれですか。ユニフォーム、これだ。あ、おお、あ、今のね。今のやつ。いや、そうだ、俺も今のだ。だろ。16万英語の背番号。これいらないでしょ。これいるの。やるわけないやん。このカバーがないし、物持ちいいっすね。大事してるわ。これが何、新人を取った時の。あ、本当に。本当本当。いやいや、嘘でしょ。嘘じゃないって。嘘。22勝してましたよね。そうそう。で、汗びっしょりですよね。うん。こんなに匂いが収まらない。もっと臭い。全部のメーカーが持ってきたんだよ、俺のとこ。何、自慢。いや、自慢じゃない。で、使わないと、あの球団の人から、お前せっかくもらったやつは使ってやれって言われた。だから年間で3つも4つも公式戦で使ってたから。で、最後の方にこれを使ってた。だからこんな綺麗なの。これね、一回ね、あの公式戦始まる前に、開幕の前の日に、俺ね、それ言おうと思ったんで。覚えてます。覚えてるよ。まあシートバッティングみたいなのやって、はい、でもピッチャーが1イニングずつぐらいな、全員投げるんで、木田さん、ちょっとこっちのストレート投げてくんないと、カバーって。それで俺ものすごい評価したかった。いやいや、そんなことない。いやいやいや、いや、小葉さんそんな名戦だったもんね。あ、そうですね。でも好きだったでしょ、僕のこと。いや、まあ、まあって言わないで。じゃあ、話しやすかった。同じ後輩でも話しにくいのだったり、そういう意味では豊は一番結構話しかけてきたからね。いや、好きだったし。だから俺のことも豊は話しやすかったんだろうし、いじりやすかった。これ一回たまに来たことがあってさ、ここ屋でさ、モヒカンしたんだよ。ものすごいちっちゃいモヒカンだよ。んで、俺が入ってったらさ、神宮で電話してたの。電話、ちょっと待ってとか言って、豊はお前ウルトラマンかとか言われて、何言ってない、言うんだよって言ってない。面白いエピソードっすね。散髪したてだよ、お前。じゃあ、すいません、よろしくお願いします。ありがとうございました。意外たいと思います。これもプレゼントしようかなみたいなね。聞き方覚えてますか。聞き方の、いや、違う違う、出るわ。 DNA 入ってるんですね。これ、あの、お年寄りは何て言ったしたお年寄りでーね。でーね。これ似合う。
ですよ。いいっすね。全然良くないっすよ。昔はさ、普及されるじゃない、ベルトなんかをこんな長く最初から作りやがってってさ、もうちょっと短くでいいんだなと思って最初からとか思ってたけど、心配になっちゃうもんね、出そうかなと思って穴開けてみたいな。これ、取った方がいいね。あ、でも、そっちの方がいけてんじゃないですか。いや、メーラーなんで。いや、そう、わかるんだけどさ、今の若者ってさ、これを取らないっていうじゃない。あ、なんでなんですか。みんな好きでもやっぱりね、分かりますからね。ちょっとここにおー、いいっすね。じゃあ、木田さんと対決いきましょうか。笑って投げれねえ。いや、お前がどんなボール投げるか分かんないからちょっと様子を見た。何も言ってない。あ、なんかいいな。いいっすよ。頑張ってください。ごめんなさい、息上がってますけど、はい、ちょっと今息上がってるけど、やっぱちょっと振りがいい。いや、すごい違いますね。でもトス良かったっすよ、トスが。トスはお前、トス専門だからな、はい、名電って。さすがに良かった。やっぱ名門の力を借りて、その力を借りて、ホームラン。ホームラン。頑張ってください。頑張ってください。よろしく。よろしくお願いします。入るタイミングなんですけど、今日使うボールです。緊張します。いい緊張感。ちょっと緊張感が入る。ちょっとなんか緊張感が入る。なんか普通通りに行ける平常心と平常心ですね。よし、じゃあ行ってみましょう。ありがとうございます。こっち持ってるよ。面倒しないで。ありがとうございます。